健やかなみです。この番組では誰でも簡単にできる体操やストレッチをご紹介します。教えていただくのは健康運動指導士の中田先生です。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はどんな体操でしょう？今回はですね、お尻の筋肉の筋力トレーニングをしたいと思います。わかりました。お尻の筋力を鍛えるのはあんまり普段は鍛えてないんですかね？そうですね、普段歩くだけとか、うん、特に運動してない人はあんまり鍛えれてないと思うんですよ。で、今回はお尻の、一番大きな真後ろにある大臀筋、はい、それと横にちょっとちっちゃくある中臀筋、うん、この2つをですね鍛えていきたいと思います。はい、わかりました。ではお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、まず四つん這いに、なってみてください。はい、よいしょ。でその時に、手は肩の下、はい、で膝は腰の下につくように。腰の下、もうちょっと下ですか？もうちょっと前です。もうちょっと前、はい、ね、はいはい、では背中を、はい、今まっすぐになってますね。そのままキープしてもらって、じゃあ、はい、右足からいきますか。はい、じゃあ右足をですね、そのまんま、はい、横に向かってうーっと開けて高く上げてみてください。よいしょ。上げるところまででいいです。こういう感じですか？あたたたた。はい、その時に右が今中臀筋鍛えてます。はい、はい、じゃあそのまま後ろにゆっくりぐーっと蹴ってみてください。ですね、蹴ってしっかり膝伸ばします。はい、つま先をね下に向けます。はい、よいしょ。あ、そこに曲げたところですね。すぐ曲げます。それでいいですね。はい、で今は大臀筋をね鍛えてます。はい、お尻の筋肉がぐっとこう収縮するのがね感じられると思います。はい、はい、じゃあ同じ足を何回か行きたいと思いますので、1回じゃあ戻してください。はい、よいしょ。はい、また開けます。横に2回目、右足行ってください。よいしょ。どどどど、開けて、まあ行けるとこまででいいですよ。はい、はい、じゃあ後ろに蹴ります。よいしょ、よいしょ。あ、後ろは非常に高さがあっていいと思います。はい、はい、戻して、よいしょ。やっぱ、はい、3回目、横に開くのがなかなか。横に開きます。よいしょ。横の筋肉か横の柔軟性が少し足りないかもしれないんですけど、はい、はい、じゃあその前後ろ蹴って、よいしょ。はい、じゃあ1回下ろして、あと1回頑張っていってみてください。はい、横、よいしょ、よいしょ。はい、後ろに蹴って、おー、効きますね。はい、横がだんだん疲れてきます。はい、1回下ろして、はい、手で大丈夫ですか？一回戻してもらってもいいですか？はい、一回ちょっと手しんどくなったらブラブラしてください。はい、はい、じゃあもう一度四つん這いになって、はい、今度は、ね、左足も行きましょう。反対側、はい、はい、そうですね。あ、背中もまっすぐでいいですね。はい、はい、じゃあ今度は左足、はい、じゃあずっとこの方向に行きます。おー、はい、45度ぐらいですね。はい、はい、じゃあぐーっと後ろに蹴ります。よいしょ、よいしょ。はい、今度は真後ろのね、大臀筋、そうですね、はい、はい、後ろはすごく綺麗ですよ。はい、下ろします。よいしょ。はい、全部でね、これ4回ちょっとね、やってみましょう。はい、2回目、はい、いいよ、うん、横のどうです？お尻に力入ってないですか？お尻に、はい、よくわかんない、よくわかんないです。はい、じゃあ後ろ蹴ってください。よいしょ、はい、よいしょ。これはお尻の真後ろに力が入ってないですか？はい、はい、はい、戻して、はい、よいしょ。はい、3回目、はい、よいしょ、はい、はい、決定、はい、よいしょ、はい、戻して、はい、よいしょ。はい、最後4回目頑張ってください。よいしょ、はい、4、せーの、よいしょ。はい、後ろに決定、よいしょ。はい、3、2、1、はい、 OK、 いいですよ。はい、よいしょ。はい、以上で運動終わり、終わりです。はい、ありがとうございました。Thank you.
生ありがとうございました。お尻の筋肉を鍛えるということだけあって、はい、やっぱりこの周りに効きますね。わかりました、はいはい、で横にこう開いた時にちょうどねここにお尻のエクボを一応引っ込んだところがあると思うんですけど、はい、あそこにある筋肉ちっちゃいんですけど鍛えます。でこう後ろにグーッと蹴る時に真後ろのお尻の筋肉を鍛えますので、うん、まあ横と後ろ、はい、お尻って横と後ろに筋肉がありますから、はい、両方やるとですね、はい、まんべんなく鍛えられます。ここを鍛えると、まあ、歩き方とかに関係するんですかね。横のこの中殿筋は、はい、片足で立った時にですね骨盤がこうならないようにぐーっと支える筋肉なんです、曲がらないように。なんで直立に側歩行する人間が一番発達してるって言われてるので、はいはい、人間は鍛えないといけないと思います。そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、歩くためにも鍛えておいた方がいいところですね。はい、分かりました。大体、まあ、秒数とか回数はどうでしょう。そうですね、片方を5回、はい、はい、1ですね、はい、で5回やってもらって、はい、反対側を5回やってもらって合わせて10回でいいと思います。あんまりじゃあ秒数とか無理のない範囲でいいですか。そうですね、まあ、ただスーッと流れてしまうと、うん、筋トレにならないので1回、はい、まあ、自分の中で止まってもらって、はい、止め、ちゃんと固定して、止め、はい、で戻すと、はい、2回目止めて止めて戻すみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんもぜひやってみてください。では次回もお楽しみに。